ました。はい、はい、いつももうどのぐらいでやってますか？5回目。何年生から始めます？3年生から。今日のこのコスチューム衣装はどういうふうにして誰か着付けてくださったんですか？お母さん。はい、ね、すごく素敵ですよね。これからね、じゃあこの衣装も何もかも全部コンクールに参加できて、あの賞もらえるんですか？お宮のお祭りでもちゃんと決まって、今日はもらえて。はい、わかりました。さあ、それではじゃあ賞をもらった皆さんたちに張り切ってこれからのチキリンを桜ヶ丘の皆さんがトップバッターで語れてくださいます。よろしくお願いします。2番目は花池南1丁目の皆さんです。